私は魔法が嫌いな魔導士です。魔法は混沌とした徘徊力の塊で、私から全てを奪い去った力なのに、今でも魔法を追い求める愚かな人はうじゃうじゃといる。この学校ではそんな愚民が集まって魔法部すら作ったらしい。彼らは無論魔法の神髄に関して無知極まりない。そんな彼らを監視し、無知である状況を維持するのが私の役目であり仕事です。彼らから信頼を得て、必ずそのくだらない夢を内部から打ち砕く。ターゲット1、自称魔法部部長茜。自分を魔法武士の末裔と自称し、魔法学を広めることに必死。単なるアホのようだけど、まぐれで本当の魔法に出くわすことがないように注意すべき対象です。ターゲット2、可憐な霊媒師トモコ。幽霊と話せると自称している美女。彼女が媒体となって亡くなった家族や友人と話せるらしいけど、私から見ればデタラメでしかありえない。そもそも魔法はそんな便利なものじゃない。嘘をついているか、あるいは妄想的かの二択です。ともかく彼女の野望は必ず壊してみせる。ターゲット3、自称占い師千鳥。未来が見えるとのことだけど、実際占って成功したことは未だない。私に対し非常な焦りと緊張を見せているようだけど、なぜでしょう。何か隠しているかもしれない。それが何であれ、秘密を暴き出し、それを恐喝材料として彼女が魔法を諦めるようにしてみせる。とりあえずは彼らと接しておくけど、あくまで任務中にです。もちろん彼らと慣れ合う気はさらさらない。可愛い見た目にも騙されない。キャツらは全員狂った異常者だもの。それに私なんかに友情や愛情は必要ないでしょ。ええ、そうよ。私には愛なんていらない。人間じゃないもの。